第2回現環境最強の点取り屋は誰だ選手権ということでですね、今回は何をやっていくかと言いますと、これ第1回はねもう多分1年ぐらい前にやったんですが、 SWCC ダイヤモンドディビジョン決勝トーナメント進出者全64名の方の優勝まで全ての試合を見まして、一体ドイツがどんだけ点取ってきたんやということをですね集計させていただきました。でその結果をですね皆さんにお伝えしていけたらなと思っております。ってことで早速やっていくんですが、まずはルールを説明します。今回集計させていただきますが、1試合あたりの平均点ではないです。この全試合の中で果たしてどの選手がどれだけ点を取ったかっていうことになってくるので、まずここ注意点1個です。でなんで1試合あたりにしなかったのっていうと、その選手がね例えばたくさんのチームで使われていて点を取っているのであれば、それはそれだけその選手に価値があるっていうことなんですね。得点力も含めての価値があると。なんで1試合あたりの平均に直さずに、試合数が多くて戦いたくさんね点を取れたのであれば、それはその選手の価値がその分あるということで、そういう風な判断にしております。でポイントって今ねちょっと画面の右側にも順位をね上の方の順位を出しているんですが、ポイントなんですね、これ得点数じゃないんですよ。でこのポイントっていうのが何を表してるかっていうと、例えばねこんな感じで戦術不利戦術有利、こういう試合がありますよね。ここで取った1点と戦術相性がまあ何にもない、例えばサイドアタック対、中央突破みたいな時みたいな状態、例えば戦術有利で取った状態不利で取った状態、それの1点を同じ1点だとちょっと判断するのはちょっとおかしいかなというところで、なんで有利の場合は 0.75、 相性なければ1、不利の場合は 1.5 ということで換算してます。やっぱりね不利のところでの1点すごく価値があると思いますので 1.5 倍です。ただここに関しては例えば中央突破のフォーメーションコンボの中で途中交代でカウンターの選手を使った場合でもそれは不利換算になってます。どうしてかって言ったら周りの選手は同じように不利な選手たちが多いからと、戦術ね自分が使ってる戦術自体は不利だからということが挙げられます。ってことでですね、こちら有利 0.75、相性なければ1、不利 1.5 でですね一体誰が活躍してきたのか、もうね一人別格なやつがいますね。早速見ていきましょう。ってことでまずは第1位のインザーギに焦点を当てていきます。はい、こちらインザーギですね。なんと獲得ポイント 21.5 ポイントということで、2位ネドベドに対して大差をつけにつけまくったインザーギです。他のジョーカーですと例えばインモービレとかねモラタとか使われはしたんですが、もうね比べ物になりませんね。もうちょっとインザーギはね、まあ、使われてる数もすごく多かったんですが、まあやっぱ強かったというのが正直なところです。インザーギの特徴としてはジョーカーシュート超ということでですね、シュートが大アップ、さらに試合の途中、試合途中で出場により能力特大アップということで、彼を途中から出すことでオフェンス能力全てが特大アップしつつ、さらにシュートは大アップ、さらに能力特大アップのところはフィジカルだったり、テクニックの部分にもかかるので、ものすごくねものすごく強い選手でした。でインザーギが他のジョーカーと一線を画すところは、他のジョーカーって総合値が1万ぐらいなんですが、インザーギに関しては1万1000ぐらいあるんですね。なんで最終強化やアクセをきちんとつけたら1万2500に総合値が届きます。他のジョーカーより総合値が1000近く高いんですね。それもやっぱりインザーギの強さじゃないでしょうか。でもう一つはですね、このサブの特徴という面でも他のジョーカーよりもやはり強い。ゴールハンターめちゃくちゃ強い、ランガンで、この 21.5 ポイントの内訳なんですが、戦術有利の試合での途中出場で6ゴール、戦術相性がね有利不利ない状態で8ゴール、戦術不利の状態の試合でも6ゴールということで、合計のゴールとするとしたら20ゴール決めました。20ゴールで、不利の 1.5 の、戦術 有利不利のところでちょっとポイントが上に跳ねて、合計ポイント 21.5 というところです。ブリングダウンシュートということでね、シュートメンタル大ダウンしながらゴールキーパーのセービングを若干下げれる、セーベルピッポになるとゴールキーパーのセービングを一定時間超特大ダウンさせるという、相手がですねもしもセービングスキルが発動しなかったら間違いなく決まるようなね、そんな素晴らしいシュートスキルを持っております。めちゃくちゃ強かった。でロングシュートをつけてる方ちらほらいらっしゃったんですけれども、これも強いね。ロングシュートやっぱり持っていると
なんかね、結構遠い場所からスパーンって決めてくれるので、やっぱりインザーギ強いなと思いましたね。うん、めちゃくちゃいい。でパスつけてる方はあんまりいなかったですね。アグトラデフォルトで持ってるっていうのもあるので、アグトラも少なくて、やっぱりドリブルとあとはロングシュートっていう構成が多かったのかなと思います。さあそうしたらですね、インザーギはこんな感じ、まあめちゃくちゃ強かった。お次行きましょう。お次はネドベドになります。はい、こちらパベルネドベドですね。まあね、実装された当時はいやネドベドどうなんっていう扱いではありましたが、ネドベドものすごく活躍しましたし、起用も多かったですね。特にですね、今ポゼッションの環境でアルテタ監督のアーセナルだとアタッカーが OMF で必要なので、その OMF の枠にネドベドを置いてる方がすごく多かったです。ネドベドやはりね、魅力は鋼鉄の心臓、パスがダイアップしスタミナが減っても能力が落ちないということでですね、これやっぱすごく強いですね。まあ、特にOMF アタッカーで、まあ、カウンターだろうと、ポゼッションだろうと使えて、で選手交代が必要なく、で、まあ、ピエモンテ FC の誇りということでカウンターの選手すべての能力ショーアップ、でユベントスの選手のすべての能力チューアップということで、自分自身にねバフをかけることができる、あんまりね上昇値としては大きくないんですが、カウンターの、選手カウンターで使ったらすごく強いし、ポスで使ってもね、まあ、最低限自分自身にバフかかるのかなというところで、まあまあまあ強かった。でやはりなんといってもロングキャノンですね。ロングシュート強いわ。バカスカ入りますね。バカスカ入るほどでもないんだけど、でやっぱね、やっぱりこのネドベドが多かった。これ内訳としては 8.25 ポイント内訳は、戦術有利の試合で3ゴール、戦術有利不利ない試合での6ゴール、計9ゴールで 8.25 ポイント。戦術不利の試合では一度も決めてないんですが、やっぱりねネドベドの今回のこの点はインザーギと同じように、得点ももちろん多かったんですが、起用が多かったですね。さっき言ったようにカウンターでもポゼでも起用されていたっていうのがネドベドの一つの強みだったのかなと思います。やっぱりね、あともう一個はこの 14,500 まで、まあ、きちんと育ててアクセサリーをつけたら 14,500 まで伸びる総合値、まあ驚異的な強さですよね。圧倒的だと思います。やはりね、まあ、今回のラインナップの中にね、私個人的に驚いたのはクリスティアーノ・ロナウドが漏れたこと。クリスティアーノ・ロナウド漏れるんかいと思ったんですが、クリロナはねパトリック・クライファートだとか、あとはエデン・アザールだとか同じ 2.75 ポイントだったんですけども、まあ、それにね、まあ、大差をつけてのネドベドということで、なかなか今回ねセンターフォワードの選手っていなかったんですよね。少なかったんですよね。まあ、センターフォワードは後半からインザーギが役割を奪っちゃってるっていうのもあるのかなとは思いましたが、それでもねクリロナフル出場の中でもやっぱりクリロナよりもネドベドの方が点を取っていましたね。まあ 14,500 っていうのがすごく強いのかなというのと、 OMF にロングシュート、まあロングシュート OMF じゃなくてもロングシュートっていうのがすごく強いのかなと私個人的には思いました。ってことでですね、2位はネドベドだったので、3位のフィリッポ・インザーギ見ていきましょう。間違えました、ルイス・フィーゴですね、失礼しました。フィーゴ見ていきましょう。はい、こちらルイス・フィーゴですね。まあ、フィーゴに関してはですね、得点としては戦術有利では1点も得点がなく、戦術不利の試合で1ゴール、通常の試合でね4ゴールということで計 5.5 ポイントでしたね。でやっぱ右サイドの要因でね、自身のドリブルトラップがダイアップする、で黄金の右足でプレスキックも蹴れるっていうのがやはり彼のすごく強みかなと思いました。まあ右サイドの要因があってトラップダイアップしてるのでアグトラつけてる方もやはり多くて、でスパイクドリブルあって、でロングシュートつけて、まあ、どこからでもシュート決めれてね、でドリブルもすごく強くて右の広いねところでワイドで受けてアグトラで削れる、でワンチャンプレスキックでねフリーキックも狙えるっていうのがすごく彼の強みかなと思いました。フィーゴとギグスに関してはそんなにねやっぱりそのポイントのところにも差がなくですね、フィーゴギグスともに5ゴール、ただギグスの方がですね戦術不利で決めてる試合がなかったので、まあ戦術有利で3ゴール決めたギグスっていうところで、まあ、若干ギグス順位下がったんですが、フィーゴこんな感じでね、やはり強かったね。今回もギグスもフィーゴもなんですが、横に開くところでですね、広く開いてるところから、中にどんどん切り込んでからのロングシュートですとか、そういうものがすごく強かったなという印象があります。バーストシュートももちろん強かったですし、ドリブルで運べるっていうのがやはり大きかったかな。ぶち抜けるっていうね、ぶち抜いていけるっていうのが強かった、すごく強かったと思います。ってことでお次の選手カカー見ていきましょう。ポゼッションのカカーです。サイドアタックのカカーがですね、
計3ゴールの 2.75 ポイントだったのに対し、ポゼッションのカカーは計4ゴール、戦術不利で2ゴール、有利で1ゴール、通常で1ゴールで合計 4.75 ポイントと、合計 4.75 ポイントという結果に終わりました。このカカーに関してはですね、まあやっぱね、未だに強えと。ファールしにくくなり、オフェンス能力中アップ、流星でシュートスピードダイアップということで、本当にね無駄がないで、ランガンもあってですね、オフェンス能力全部中アップしてるのが嬉しいですね。でグレースシュートももともと持っていて、シュートトラップ一定時間特大アップしますし、やはりねカカーも、ネドベダと同じようにロングシュートをつけてる方がすごく多かったです。 OMF はねやっぱり今の時代もロングシュートないと厳しいのかなと思っていて、OMF って例えばボール受けて自分でドリブルで抜くか、よっぽどいいパスを出さない限りは、まあロングシュートを打つっていうのが一番ね最終的にゴールに直結する動きだったのかなと思います。カカーに関してはですね、まあ古い選手で、これはブラジルの時のガチャで来てるので1年以上前に来た選手なんですけれども、それでもね現役ということで、さすがカカーというところでしたね。はい、そしたらですね、お次行きましょう。お次はマイケル・オーウェンでした。こちらですね、リバプールのオーウェン、レーン特徴センターのライジングがあるのが強みですね。自分自身にもかかるので、ドリブルスピード大アップということで、さらにエースの資質とオフェンス能力大アップにマシンガンラッシュで、スマ取りがあってバーストシュート持っているラインブレーカーですね。オーウェンね、まあフィニッシャーではないのでっていうところでね、どうかなと思っていたんですが、今回ねなんとラインナップにフィニッシャー来ずですね。これもまた驚きだったんですが、オーウェンやはりすごい活躍をしました。オーウェンに関してはね、例えばネドベドだったりフィーゴだったりカカーみたいなセンターフォワードではない選手たちではなく、純粋なセンターフォワードとしてラインナップにね加わっている、このラインナップ順位を出しているというところで、インザーギの交代でね、途中交代でいなくなるっていうよりは、やっぱりレーン特徴のためにフルで出すっていうことも多かったのかなと思います。ただインザーギの交代でいなくなることもあってもこの順位、先日有利で1ゴール、通常で2ゴール、フリで1ゴールということで、ゴール数はカカーと同じなんですが、先日フリの時にねカカーが決めた数の方が多いので、合計4.25 ポイントという形で終わっております。やはり強かったというのが単純なところで、オーウェンに関してはですね、やっぱアグトラ絶対必須ぐらいでみんなつけてますね。でいいシュートをつけてる方がすごく多かった。バーストシュートがねもともとあるんですが、これってシュートが中アップなんですよね。ゴールキーパースタミナ中ダウンはどうでもいいんですが、シュートが中アップしかしないので、かなりいいスキルをつけてる方が多かったですね。シュートスキルをつけて、そっちのシュートスキルでがっつり点取るっていう形かなと思いました。まあ、エースの資質も素晴らしいし、センターのライジンもあってですね、どっちかって言ったらオーウェン自体はシュートよりもドリブルで運べるタイプの選手なんですが、スマドリが抜くこともできるドリブルなので、ゴール前で自分でぶち抜いてそのままゴールを決めるっていうのがオーウェンの強みだったのかなと思います。そしたらですね、オーウェンと同率得点のリオメッシ見ていきましょう。はい、不動のレオメッシュですね。レオメッシュに関してはこちら中央突破のレオメッシュになります。ポゼッションのレオメッシュもね使ってる方多くて、合計3ポイントを獲得してるんですが、やはりね、中央突破のレオメッシュ 4.25 ポイントとなっております。先日不利の状態では1ゴールも決めていないんですが、先日有利で3ゴール、通常の時に2ゴールということで計5ゴール 4.25 ポイントになってます。破壊の支配者がね、まあ強い、ドリブルシュート中アップにドリブルスキル発動率大アップ。オーウェンとメッシュで組むとですね、本当にドリブルに特化したチームになるのかなと思っていて、オーウェンのキーマン、レーン特徴でドリブル上げつつ、メッシュのこの破壊の支配者でさらにドリブル上げるということでですね、ゴリゴリドリブルですね。ドリブルスキル発動したらまずぶち抜ける、負けられでもぶち抜けるっていうような、そんな選手になってました、メッシね。でメッシはねセンターフォワード、 OMF、 ライトウィング、いろんなところで起用がされていたんですが、彼もですねドリブルの能力値がすごく高い選手で、オーウェンと同じようにですね、ドリブルでぶち抜いて自分で決めれるっていう、そういう強引さがある選手でしたね。特にメッシに関してはオーウェン、メッシで使ってる方が基本的にはもう全員ベースだったので、やはりですねそのドリブルの相乗効果っていうところで引っ張り上げられたっていうのもね、オーウェン、メッシ互いにあるのかなと思います。強いですね、ここまでドリブル上がると強いね。ドリブルシュート中アップしつつ、ドリブルスキル発動率大アップしつつ、さらにオーウェンの連続調でドリブル上げつつってなると、まあ止まりませんね。はい、ってことでお次ね、メッシと同率だったギグスいきましょう。ライアン・ギグスですね。ギグスに関してはですね、オレグン・ナスール・シャール監督のレフトミッドフィルダーだったり、ジダン監督の OMF だったりと両方できることが重宝されて、まあやはりさすがのギグスって感じでしたね。で
フィーゴとは違ってですね OMF の起用が多かったギグスなんですが、得点としてはねこちらもメッシと同じように有利で3ゴール、相性なし通常の状態で2ゴール合計 4.2ポイントということでですね、単純なゴール数としてはこれフィーゴからギグスまで全員5ゴールで同じなんですよね。ただどこで決めてるかって話で不利が多い、フィーゴが一番高いよってどんどんなっていってるだけなんですけど、でギグスもですねやはりさすがの活躍、まあ強かったね。特にギグスは OMF で使って例えばレフトウィングにいる選手たちに左サイドの竜巻でバフをかけつつ、自分自身にバフがかかっていないにもかかわらずやはりまあゴールハンター、シュート、ドリブルダイアップありつつっていうところが大きかったのかなと思います。でロングシュートだったりウィムジーシュートは、ウィムジーもね今ねこれロングシュートかもしれない、ロングシュートもできるみたいに言われていて、そこってただねどうなの、どっからがロングシュートなのっていうところがわからないので、こっから打ったらロングシュートっていうのがないのでちょっと難しいかなと思います。ただ結構遠距離からでもバンバンウィムジー発動してるので、まあそういう使い方でね使ってる方がすごく多かったですね。うん、もともと持ってるブレイブシュートも強いんですが、やはりすごく強いウィムジー1個つけてドリブル2個とアグトラみたいな形でゴリゴリね OMF として真ん中でボールトラップもして自分で運べるし、ロングシュートも打てるしみたいな使い方が多かったのかなと思います。技術もすごい強い、活躍いい選手でしたね。それでは最後ライテルいきましょう。ライテルですね、こちらポゼッションセンターフォワードということで、まああれですよね、アーセナルのブレイクスルーガナーズのセンターフォワード枠で、まあ、使われていたんですが、オバメヤンよりもライテルがね上に来たことが私は驚きでしたね。単純なゴール数だけで言ったら実はオバメが3ゴール決めているのでライテルが4ゴールなんですね。なので1ゴールしか差がなかったとはいえ、それでもねやはりそのオバメの株を奪うぐらいライテルを台頭してライテル CF でね使ってる方が多かったです。本当に強かった。戦術不利で1ゴール、戦術有利ですね、失礼しました、有利で1ゴール、相性なしで3ゴール、合計4ゴールで 3.75 ポイント、ここまでがですね、まあ、3.75 ポイント以上の選手たちということで、この下ですと例えばネイマール、サラー、ベンゼマ、フィーゴ、ラッシュフォードっていった5人が続きます。ネイマール、サラー、ベンゼマ、フィーゴ、ラッシュフォードが 3.5 ポイントでした。でそれより下だと、オバメ、メッシが3ポイントっていう形になるので、結構もうここから差が開いちゃうかなといったような印象です。やはりねライテルすごく強かったね。ここがあるのもあるしフィジカルスターもあるけど、やっぱりなんて言っても きちんと強化で1万4000超えるこの総合値ですよね、強いですね本当にね。でやはりバーストロングシュート多かったです、つけてる方、てかバーストロングシュートがよく光ってましたし、まあ、セバードリブル、まあ、いいドリブルといい、シュートっていう枠が多かったですね。もともとあるシュートがですねちょっとバフがねかからない、ただ単にシュートが上昇するだけの、スキルなのでデバフがないんですよね。で、まあ、ジャンピングヘッドで一枠使っているので、まあね、いいドリブル一つつけて、まあ、ドリブルが S で上昇するのでぶっ壊れドリブル一個つけて、でロングシュートつけたりですとか、あとはもう本当にいいシュートウィムジーとかつけたっていう方がいたのかなと思います。ライテルもすごく強かったですね。はい、ということでですね、今回こんな感じで紹介させていただいたんですが、まあね結果を見ていくと分かるんですが、やはりねネドベドみたいな戦術を超えても使われる選手っていうものはポイントが高くなりましたね。インザーギももちろんそうですし、ネドベドもねノースロンドン FC、まあ、ブレイクスルーガナーズの OMF での起用が多かった中で、だからフィーゴ、カカオ、オーウェン、メッシ、ギグス、インモービレ、ライテルとかネイマールとか、あとはまあモラタだとか、そういう選手たちはですねインモービレもカウンターでしか使われない、モラタもポゼの交代でしか使われない、あとは中央突破のジョーカー枠で岡野選手とかも使われてましたし、ただねその中でやっぱり違うところでも使われるネドベド、インザーギっていうものが一つ抜けたのかなと思います。まあ、それに加えてもねやっぱりインザーギちょっと破格の強さだったし、破格の活躍を見せていたので、やはりねジョーカー、シュート、超とかね、そのジョーカーを超えた特徴が来て1万1000球の総合値を持つジョーカーが来たら取る価値があるのかなということでですね、今回はダイヤモンドディビジョンで活躍した点取り屋たちを紹介させていただきました。まあね、あくまでも本当に点を取った取らないだけの話になるので、アシストとか考えてないし MVP とかでもないんですけど、まあね間違いなくただ点を取らなければ勝てないゲームの中で、彼らがこれだけの点を取ってポイントを叩き出したっていうものは、加味してね、次自分がどういうチーム作っていくのか、どういう時にガチャを引くのかっていう参考にしたらいいのかなと思います。ということでここまでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフに乗ってます、豆腐でした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みでない方はグッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております、豆腐でした。バイバイ。